祖母谷地獄馬場谷温泉は、富山県黒部市うなずき町黒部にある温泉。標高770メートルに位置する。源泉は2つあり、当地に流出する、もの、上流側の祖母谷地獄からの引湯がある。当地に流出する源泉は内湯に使われ、皮膚病に対する効能があるとされる。露天風呂には引湯が使われ、陰泉時に胃腸に対する効能があるとされる。 欅平駅大来りの道、名県温泉の先に一軒宿の山小屋、ババダ温泉小屋が存在する。旅館ではなく山小屋であるので、アイベであることや、自家発電であり消灯時間があることなどを理解して、宿泊する必要がある。河原には、小さなプールほどの大きさの露天風呂がある。営業は5月から11月末まで。収容人数50人。国と国の合流地点にあり。 温泉名もこれに由来する。少し上流の河原から温泉が噴出している祖母谷地獄があり、ここで岩などを組み川水と調整して、手製の露天風呂が作成できる。下流の名県温泉にはこの祖母谷地獄からの温泉を廃油している。白馬だけ、唐松だけの登山の基地でもあり、長野県側から登山し、東温泉を経由して下山した登山者の利用もある。しかし、 このルートは標高差が大きく見客者向けのコースであるため登山者は少ない。付近にキャンプ場もある。ありがとうございます。